大衆は地球の陸地を大陸を中心としたいくつかの領域に区分したもの、オースとも書く。単に州とも言う。一般には大陸ということも多いが、正確には大陸だけでなく、周辺の島々を含む。英語では普通区別せず、コンティネントという。大英義語は対応。複合語では連絡により、大衆と読むこともあるが、単独では、 大衆と読む。通常、カタカナの地名には、大衆や、衆は付けず、漢字の略称には、衆を付け、数を数える場合には、五、大衆などということが多い。ただし、大衆以外にも、衆、すという地名は多い。分け方は各種あるが、表の五大衆、六大衆、七大衆が代表的である。五大衆、六大衆では南極は無視する。 アメリカ合衆国では5大衆、ヨーロッパや中南米では6大衆に分けることが多い。他に以下のような編種がある。従って5大衆、6大衆、7大衆には表に載せたもの以外もある。五輪機。5大陸、6大陸といった場合、5大衆、6大衆の意味で使うこともあるが、地理学的な大陸であるユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、 南アメリカ大陸、オーストラリア大陸、南極大陸の意味で使うことも多い。近代オリンピックの五輪記が表す五大陸はアジア、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、オーストラリアである。大衆の教会は純粋に地理学的な教会だけでなく文化的な教会や歴史的経緯にも影響されている。とより便宜的な区分なので教会が陸上だったり、 海であっても小さな島がある場合、細部がはっきりしないこともある。ここに書いた境界は絶対的なものではない。複数の大衆にまたがる国の一覧各国を大衆に分けるときは大衆に属するとされる。地理学的には一つの大陸であるユーラシアをアジアとヨーロッパに分けることが多いのは、両者がボスポラス海峡で完全に分かれていると思われていて、 国会の反対側でつながっていることが広く知られていなかったギリシア古代の名残である。これがヨーロッパとアジアを別とみなす欧米の感覚が維持されたためこのような分類がされている。ヨーロッパ最高峰は通常モンブランとされるがカフカス山脈のエルブルス山は山脈のヨーロッパ側に位置しこちらをヨーロッパ最高峰とすることもある。かつては広大なソ連が 両者にまたがり存在していたため、各国を大衆に分けるときには、連議上、ソ連全体をヨーロッパからも、アジアからも除外し、一つの大衆のように扱うことがあった。現在は、ロシア以外の旧ソ連諸国は本来位置する大衆に分け、今も、両大衆にまたがるロシアは、ヨーロッパに分けることが多い。旧ソ連十五カ国のうちヨーロッパに属するのは、ロシア、ウクライナ、 ベラルーシ、モルドバ、バルト三国の七カ国で、アジアに属するのは、中央アジアの五カ国と、南カフカスの三カ国の、計八カ国である。仏教では、世界の中心にある、趣味山を取り囲む四つの巨大な島の簡約名に、巣が使われた。四つの巣を総称して四巣、四、オースという。四巣、四オースは、全世界の意味でも使われた。各オースには、 二つずつの中市と五百ずつの召集がある。シミさ山の南のセンブスは人間の住む世界で、実際の地理ではインドア大陸にあたる。ありがとうございます。